この動画はメンバー限定動画を一般公開として公開させていただくものでございます。メンバー限定特典などに興味がある方はぜひ概要欄からチェックをお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバルーン、手札全部捨てて外役リュウです。今日はですね、メンバー限定動画なんですけど、ご要望いただいた、ちょっとなんか最近のデスク周りどんな感じになってるか教えてくださいっていう話がありましたので、ちょっと動画で撮っていこうかなと思いますが、先に言っときます、めちゃくちゃ部屋汚いっす最近全然掃除してないんで、びっくりするぐらいホコリ溜まってたりするんですけども、あとマイクの何ガードみたいなのがすげえ汚いとかあると思うんですけども、ちょっとご了承いただければなと思います。ですね、まあ簡単にちょっと編集もそんなしないで出す感じになると思うんですけど、この辺のすげえ汚いんですよね。これデスク周りじゃないけど、この辺にデッキがあるんだわ。これアルティメットガードっていうやつで、これね、これすごいんですよ。これめちゃくちゃ入るんで、こっちか、これこんな感じですごいいっぱいデッキ入るので、これをいつも使ってますね。デッキケース、なんかどこ遠出するときはだいたいこれ1個持ってくみたいな感じで、入りきらないやつがここに2つくらいあるかなっていうのと、この辺がなんかカードバーってやったりとか、まあこの辺はなんか確定申告書とかね、そういうのが入ってますね。で、なんか収まりきれないカードはここに整理したりとかもするんだけど、まああんま入ってないかな、この辺は。で、この辺は領収書とかそういうものが入ってますね。で、到底するときはだいたいこのバッグを持っていて、インケースっていう、メーカーのバッグ、これすごいいっぱい入るし、パソコンとかも結構入れられるんで、これを使っていますと。で、カメラとか、まあビデオカメラとかね、カメラとかはこの辺、これはあれじゃないか、銀の盾じゃないか、銀の盾が、まあ俺がちょっとだけ映ってるけどね、これが、カメラとかが入ってる棚みたいなやつですね。こっちがビデオのを撮る方で、こっちがなんか写真、これ写真昔ハマっててさ、大学生とかの時に結構ハマってて、レンズとかもめっちゃあるね、ほらレンズめっちゃあって、まあこういうの使ったり、あとこの辺は充電系のものがやたら散乱していて、世界一汚いと言われている俺のこの世界一汚いと言われているこのコンセント周り、コンセントライト。で、ですね、ちょっと早速デスク周り行きたいんですけど、まあこの人はなんかちょっとおしゃれぶった何かよくわからない、まあ、ポスター的な何かが、ありますね。で、これプリンターあんま使ってないですね、これね、あんま使ってない。で、この辺がなんかコピー用紙とか、これもあんま使ってないな、あんまりプリントすることはないからね、この世の中で。この辺にあれですね、無線 LAN 系のが入ってて、で、こっちは、なんか机、第2の机みたいになってるんだけど、あれだわ。ワインセラーみたいな。ワインセラーみたいなやつ買ってあるんだけど、これ何も入ってなくて、ほとんど何も入ってなくて、なんか、よくわかんない。飴とかそういうのが入ってる。ただの物置になっているっていうね。有効活用しましょう、物は。で、なんか、なんだこれ。これなんだ、煮干しだ。煮干し。いつのやつだ、これ。片付けろよ。おい、片付けろ。おい、デュエルしろよ。で、これが、あれだね。いつも、水、ここにぶち込んで、で、この水を、こっちの、この、なんか水筒みたいなやつにぶち込んで、で、飲んでるから、特になんか、このなんかすごいでかいから、俺、もうほんとめんどくさがりだから、なんかコップとかで毎回毎回、その、付け足したりするの嫌なんだよね。だから、このなんか、800ml ぐらい入るこの水筒に、このどでかい水から移動してこれ飲んでるっていう、そういう感じですね。はい。めんどくさがりなんでね。あと、なんだ？これか。人をダメにするソファー。これで結構寝転がって、で、微調整したりとか、iPad がここにあるんだけど、iPad とかでやったりすることもありますね。iPad はなんか、これなんか書籍入れみたいなところになんかちょうどよく収まるんだよ、これ。これちょうどよく収まるんだよな、これ。で、ここに入れてるっていう。で、こっちはなんかメモみたいな。なんかやっぱりね、人間って、メモ即座に取るときってやっぱね、紙の方がいいんだよね。
だから結構紙でメモ取ることが割と多いですね。結構ウームとかと会議することとか、コナミさんと会議することとか結構あるんで、こういう時はなんか、これなんだろうな、これ何のメモが取ってあるんだろう。あー、なんかオンラインサロンのなんか勉強した時だな、これな。いつのかわかんないけど、こういうなんかメモ書きが置いてあったりするということですね。で、こっちにはなんかヘッドホンとか、あんま使ってないけどね、この辺一切使ってない、ヘッドホンとかが置いてあったり、このゲーム機だな、これ PSP とか、あの Wii とかが置いてあるね。何にも使ってない、これは、この辺は。だからこんな奥にしまったんだわ。だからこっから見えないもん。こうやって座んじゃん。こうやって座ると見えないんだよね、もう。だから使わないってことだよ。で、一応こっちが iMac ですね。トリプルディスプレイがやっぱり効率が良くなるから、仕事効率がすごい良くなるから、トリプルディスプレイが一番やっぱり良くて、で、まあだからここで編集、このメイン画面で編集作業をして、これね、今だと結構溜まってんだけど、この辺今日編集しないといけないんだけど、この辺をまあがっつり編集して、で、こっちでこう調べ事しながら、こっちでファイルを管理するみたいな、そんな感じのイメージですね。とにかくね、トリプルディスプレイはめちゃくちゃ便利なんで、おすすめですね。で、この辺にはなんか、ちょっと思いついた名言とかが、伸びしろですねとか、爆殺とか、そういうのが、なんかちょっと思いついたら書いたりしてますね、これ。この辺のセリフは。で、これは、ジャイアントブルーノは、これ、モノマネのレパートリーを書いてますね、私これ。モノマネのレパートリー。おい、伸びた野球しようぜみたいなのとか、行くぞユースとかの、モノマネができるレパートリーをなぜか書いているっていう。なんで？で、この辺は、まあ、名言集みたいな感じかな。はい。で、とっさの時の、なんか、ペンとかね、ですね。ペンとか。が、置いてあるという感じ。で、モニターは、どうやって設置してるかっていうと、この、なんていうかな、デスクにくっつけられるアームみたいなんじゃん。あのアームみたいなやつで、見えねえか。アームみたいなやつで、こういう、ま、アームみたいなやつで、こうやって設置していて、で、要は、こう立てちゃうと邪魔だからさ、だから奥からこういう風に、設置してるっていう感じですね。こっちも、ちなみにそう。こっちもそう。で、一切使わない PS3 のコントローラーとか、PS4 のコントローラーはまっそこそこ使うかな。この辺はここになんか、あって、で、一番最近のお気に入りはこれ。これなんですよ。これ。これです。Apple Watch と、あと、これは、だから、AirPods Pro？これがドックできるなんかそのコネクタみたいな。Apple Watch とね、AirPods Pro はね、買うと世界が変わるので、ぜひ買っていただきたいと思います。めちゃくちゃ世界が変わる。すごいいい。AirPods Pro 特に、風呂場とかで誰のそのメモ気にせずになんかいろいろ、なんか YouTube 見たりとか、音楽聞いたりとか、まあ、僕は結構最近は Voicy っていう音楽ラジオアプリでこういろんなビジネス系のなんかラジオ聞いたりしてるんだけど、そういうのすごいいいから、このね、これね、こちらにこれね、 AirPods Pro ってこれめちゃくちゃいいから買っていただきたい。ぜひ持ってない人は、結構高いけど。で、 Apple Watch はなんか歩く時とかに何キロ歩いたかとか管理できるから、これめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。そしてまあこの水やったな。こっちがですね、こっち Windows ですね。あ、ちなみに椅子はこれなんだっけ、 GT レーシングっていうやつ使ってて、で、この GT レーシングにこう座ってさ、要はさ、こっち側でこういう風に座ると、要は Mac をいじれるわけですわ。編集するときは大体こっちで、撮影するときは大体こっち側をこう向いてさ、こう向いて、ああなんかおしゃらん、この辺の Windows を使ってやってるからさ、要はここの PC 版のなんか負けてんな、オート主義化したら負けてるぞこいつ、無能かよ。これを、Windows でしか使えないから、Yahoo 版の、Dual Links は。だからこれを、Windows 版でやって、で、Windows 版で撮ると。で、Windows 版で撮ったものを Dropbox 経由で、こっちの Mac に移行していて、自動的にね。だからここでデータが入ってくるから、そこで編集をするみたいな感じ。で、もちろん Windows もトリプルディスプレイ。だから俺ディスプレイ6枚なんだよね。1、2、3、4、5、6と。6枚あるんですよ。だから結構ね、作業効率は割といいんじゃないかなと思う。
で、こっちはね、ディスコード、やっぱ縦で長いからディスコードって。だからディスコード結構、これは今、幹部会の雑談のところだけど、これでディスコード見たりしてますね、結構ね。で、調べ事するときは、こっち側の、まあ、カード検索とかするときは、こっち側のモニター使って、で、撮影するときは、ここのモニターを使うと。まあ、そんな感じ。で、補足で説明しておくと、これが、オーディオインターフェース、ヤマハのどうちゃらとかいうやつで、これでなんかエコーかけたりとかしてますね。クリボールっていう時に、エコーかかってるのは、この、こいつが、そういう役割をしているから。で、キーボードがなんか、なんだこれは、あれだ。なんだっけロジクールのやつ。確か。で、これもロジクール、マウスもね。で、Mac もロジクールのやつ。俺、ワイヤレス嫌いで、Mac とか Windows とか全部。ワイヤレスって電池切れんじゃん。俺、あれ一番嫌いなんですよ。世の中で一番嫌いだから。だから、基本的には有線。全部有線。有線ですね。すべて有線。嫌いだから、電池がなくなって動かないじゃねえかってなるのがもう世界一嫌いなんで。だから、有線ですね。ちなみにここに電卓があるのはなんでかっていうと、俺、算数が苦手すぎて、わからないから、ライフ計算が。だからもう即座に電卓できるようにここに置いてある。いつも。常に。すぐ出せるようにね。で、こっちが PC ですね。Windows PC。Windows PC は、ビルトトゥーオーダー ?BTO ってやつ。どこだっけな、ドスパラっていうところだった気がするわ。汚な PC。まあこんな感じで、BTO のやつをなんかいろいろなんかモニターさしたりとかして使ってると。で、これ Xbox 1ミリも使ってない。これも Wii あんまり使ってないね。で PS3 あんまりこれも使ってないかな。でなんかこれが PS4 はまあそこそこ使いますね。で上にはなんかそのキャプチャーボードとかモニターじゃないスイッチャー HDMI スイッチャーとかなんかコードとかが置いてある感じで、まあ、これはね、俺がね、DIY の天才が、DIY の天才リュウさんが作った、なんか、なんだろう、棚このなんか、机のこの下のここの位置に収まるように作った棚ですね。はい。DIY の天才なんで、俺。で、マイクは、Windows の方はね、これ、オーディオテクニカのなんか、マイク使ってて、これなんでかっていうと、なんか差し口が、オーディオインターフェースに差す差し口が、このパターンの差し口なんで、なんか、いつも使ってるやつが使えなくて、こっちにしてると。で、大体、俺が気に入ってるマイクは、このイエティっていうマイクの、このね、なんて言うんだっけな、これ。なんか、ブルーみたいな名前のやつ。これがね、めちゃくちゃ音質もいいし、こう、方向性変えれたりするんで、これが一番気に入ってて、これが、を使いたかったんだけど、その差し口が違うから、オーディオテクニカのやつを使っているっていう感じですね。ちなみに一応 Windows 用もこっちにあるんだけどね。うん、一応。これ USB 接続になります。そんなところですかね。一応ここにね、今作ってるデッキがあるわ。これはね、レッドバイズを今、組み直していて、多分もうそろそろできるかな。で、こっちはこれなんだ?これなんだっけな。ハーピーかなんかあった気がするんだけど。これエイリアンだ。これエイリアンと、これがハーピーかな今、作り中。もうちょっとで完成すると思う。カードはまだ届いてなくて。まあ、そんな感じですね。これは、幹部会の OCG 対戦で使えると思います。思います。で、ゴミ箱はこの辺にあってめちゃくちゃ汚いからもう汚い方がいい。で、なんか、物置みたいになってるタンスですね。何が入ってんだこれは、一体全体。ああ、ゲームとかのソフトが入ってたりとかする感じかな。攻略本とか。あとはなんか汚いシャツとか入ってるわ。もう嫌いけどね、これ。これ社会人の時に使ってたやつだから、なんか白 T シャツとかが入ってるけど、もう黄ばんでてやばい。汗がさ、汗かいたまんまそのまましまってて、なんか、全然洗ってないんで、黄ばみがえぐいっていう話はあるかもしれないね。で、こっちがちょっとおしゃれぶってるなんか、服飾ってある棚みたいなやつで。あ、これね。これが、あれですよ。視聴者の方からもらった色紙。なんかね、確かドラゴンボールかなんか、鳥山さんの、なんかそのアシスタントかなんかやってた方で、すごい絵が上手いんですよね。これめちゃくちゃ嬉しかった。これジャンフェスだったな、の時にもらったやつを飾ってます。で、あとは靴とか、バッグとかがここにあって、で、ここにまだ未開封のなんか、遊戯王のボックスがなんか適当に置いてあったりするみたいな
感じですかね。あ、ちなみにここにね、ここにあのデュエルディスクあるんで、すぐにねつけていけるように、すぐにつけていけるように、街にこれをつけてすぐねデュエルシティと化せるようにね、ここに飾ってあるという、飾ってあるっていうか、まあ、あの保管してあるという感じです。で、あ、まあこの辺もカードが入ってたりするかな、はい、って感じでした。まあすげえ汚かったから、まあ、ざーっと説明したし、多分編集もほとんどしないから喋ってるだけになると思うんですけど、なんかあの詳しく聞きたいことがあれば、まあ、ディスコードのなんかあの質問コーナーとかになんかぶん投げておいていただければ、なんかこれ使ってますとか言えるんで、よかったらね、そっちも活用してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おーい。